ポスト米英時代、ニセユダヤの正体はバビロニア人で、バビロン教徒で、イスラエルともキリスト教とも無関係で、宇宙人でもなく、ただのクソジジイである。投稿者ポスト米英時代日時2013年2月23日18時間9分21秒。したがってタルムードも連中の経典ではあるが、古代イスラエルのユダヤ人とは無関係であり、古代ユダヤ人の基本的な考え方は、モーゼの実戒に修練されるのであり、神道であり教育直後であり、それを根本にすると勤勉で真面目な日本人が出来上がるということである。一方連中のようにタルムードを根本とすると、偽ユダヤのように身勝手な人間になり平気で嘘をつき盗む騙す奪うのアホの三拍子で、我々の先祖の富を奪い、世界一の財産と軍事力と、天文学的な借金を手にしてヒーヒーも取っているわけだなアホである。結局悪戦は身につかなかったということで、我々も迷惑だし、連中自身も多重債務者となり、当然だがタルムードは誤った教えだったということである。ネット以前であれば、それがどうした文句なアルカート演歌みたいにご利用しできたかもしれないが、スマホ時代にはそういうわけにはいかず、ええ加減に西洋と世界中から糾弾されて、宇宙人詐欺や天体詐欺や隕石詐欺でごまかそうとしているが、アホかお前ハート、バカにされ始めているというのが、今の状況である。連中はゴーマニズム宣言のようなタルムードを盾に、歴史宗教科学と、ありとあらゆるものを改ざん捏造し、傲慢かましてよかですかと今日まで来てしまい、今さらバレた部分をいちいちスピンでごまかすわけにもいかなくなり、社落性皆殺しにしちまえという時代劇の強盗と同じ判断に至ったのが、アングロサクソンミッションというわけである。それで地震だ津波だ猛暑だ寒波だ、エイズだ SARS だ牛豚鳥だと、空からバイキンをばらまき、犯行をとぼけるのみならず、ワクチンを作りましたとか言って、マッチポンプを繰り返してきたわけだが、パソコンのウイルスも連中の仕業である。葬儀屋が殺人をして客を作り、医者が闇討ちして患者を作りという、ギャグのようなことを地で行くのが偽ユダヤクオリティで、911も解体予定だったビルに多額の保険をかけて、テロを起こして、アフガンイラクのせいにして石油を横取りしたり、311を起こして友達作戦で恩を売るとか、風を吹かして桶屋を儲けさせるとか一時が万事この調子で、本当に困ったクソジジイなわけである。しかし連中もそろそろ年貢の納め時で、もう連中に騙されるバカはどこにもいないのであり、鳥だ飛行機だスーパーマンだ、嫌にビルだがバレたから議論に変更だとかやっても、あれもこれもそれも偽ユダヤの自作自演だろうがあと、世界中で大合唱なわけである。連中は、商売でもそこらの石ころをオバタリアンに向かって、奥様とってもお似合いですとか、歯の浮くお世辞を言って、奥様のような気品のある方はちっこい石ころより、こちらの漬物石サイズの石ころがお似合いでございますとか言って、ただのものをバカ高く売りつけてきたわけだが、ここに来て偽ユダヤの商法がことごとく見破られ始め、最後の砦の原発詐欺に必死に執着し、ついでに超ムカつく日本人も皆殺しにして、古代イスラエルの政党を消してしまえと襲いかかってきているわけである。もちろんこんな馬鹿げたことは長続きしないが、圧倒的な物量で詐欺と密室の恋を仕掛けてきているわけだから、日本も無傷では済まず、女子供若者は逃げるが勝ちで、ボケボケと東京に残っていてはダメである。放射能で肉体的に殺しにかかり、株や為替や不動産で身ぐるみ剥ぎにかかり、多角的に殺しにかかってきているわけだが、段階暇人親父様には、こちらのクズ物件よりもクズビルのオーナーがお似合いでございますと、おだてられてその気になって、こじきにさせられてしまうわけだが、俺だけは大丈夫と根拠のない自信満々で、騙されてしまうのが段階暇人親父とバブルなのだが、何度言っても騙される面白い連中なのであるが、すって点になる余裕があったら、息子の嫁や孫のために、安全な場所に一緒に避難してあげることである。東京はこれから修羅場になるのであり、偽ユダヤとの壮絶な騙し合いの場所となり、そんな殺伐とした場所で、子供の教育などできるはずがなく、スケベ親父が残れば十分である。若者は腐り果てた東京を捨てて、安全な空気と食べ物のあるところに、スマホ国家大和の建国に取り掛かり、日本国とのツートップで、偽ユダヤのクソジジイを挟み撃ちにすることである。ポスト米英時代、安倍が TPP 参加表明した場合、ロシア中国は在外帰化人制度を設けて、1億人の財産を偽ユダヤの乗っ取りから保全すべきである。投稿者ポスト米英時代日時2013年2月23日21時間58分24秒、ドラマハゲタカで偽ユダヤが、東芝高を乗っ取る場面で EBO とかいう手法で、有料事業部を独立させて、日本の技術を守ったのと同じで、日本の個人法人を守る行動が必要である。現在、日本ロシア中国が二重国籍を認めているのかどうか知らないが、ここまで司法立法行政報道財界米国が腐敗してくると、またありと亡命的な行動を取る必要があるのである。世界貿易世界一になった中国、世界ナンバーワンの指導者をいただくロシアは、なんだか頭で新しい国民制度や日本人向けの新国家を建設して、偽ユダヤから日本国民と日本企業を守り、ひいては国家のレベルアップを図るべきである。TPP というのは、一言で言えばイチャモンつけて全産業を乗っ取るよという意味であり、脅しとばっくりベートになびいた安倍や官僚や財界人に、いくら正論を言っても無駄であり、国民も従業員も思い切った決断をして、身を守る必要があるのである。死んだこの年を数えても生き返らないように、自公以前小泉以前のまともだった日本は死滅したのであり、今あるのは偽キムチ政府であり、国民の側に余力があるうちに、新しい家を作らなければダメである。そこまで思い切った時に、時間切れで偽ユダヤの方が万歳する展開もあるのであり、バカに文句を言ったり、甘く考えたり、メソメソ泣いている者には勝利の女神は絶対に微笑まぬのであり、風俗をやめないなら実家に帰らせていただきます。
それでもやめないなら離婚して慰謝料と養育費をがっつりいただきます。ぐらいの覚悟が国レベルでも必要で、その上でルーチンの不正選挙追及や、ISE 条項削除を求めたり、まともな野党作りを見守ったりすればいいのであり、国民のやるのも命がけだし、ここまでひどい国になると、国家選びや新国家作りも考えなければいけない時代に入ったのであり、スマホ時代はそれが可能でもあるのである。押してもダメなら逃げてみな、ということである。先ほど氷河期世代が、またまた面白い自転車に乗っていたな。サドルにスチュワーデス用のキャリアみたいのを連結していたのだが、今に宅急便サイズになるのも時間の問題で、サイドカーや第8車も連結しそうな勢いで、たくましい世代である。私が助言をするとすれば、キャンピングカーみたいに屋根をつけて、そこに彼女を乗せてはどうかと言おうと思ったが、殴られるのでやめたな。国家も、連結したり紐を切り離したりしていいのであり、あんまり偽ユダヤと偽キムチが好き放題するようなら、日本列島をもぬけの殻にするぐらいの危険がないと、サバイバーになれないのである。日本の財産は日本列島ではなく、第一は1億人の国民自身であることを忘れないことであり、素晴らしい土地だが所詮はハードであり、人は石垣人は城、ということである。